こんにちは。日本気象協会のHurtful気象予報士谷口昭和です。春の陽気に気持ちが高まっているのですが、その理由は桜。早速ですが、今年の桜の開花予想を見てみましょう。3月の下旬には関東の西の太平洋側で桜が咲きそうです。この後、桜前線は5月までゆっくりと北上を続けます。皆さんご存知でしょうか。4月の4日は桜の満開を迎えるところがありますが、その日の夜21時ごろ、日本全国で皆既月食を見ることができます。この時期、この時間帯に日本全国で見られるのはとても珍しく、今回を逃すとなんと2032年まで桜と月食を同時に楽しめません。時間になったら南東方向を探してみましょう。皆既月食は時間としてたった12分、あっという間ですから、お花見で盛り上がりすぎると見逃してしまいますよ。天気 JP では皆様からの月食花見の写真を募集しています。さらに晴れたら月食花見を生中継。こうなるといいですよね。晴れることを祈り、最後に一言、月に月がありますように、月の下で燃え尽きろ。